コニーマデイシーです。今回ですね、こちらホビーステーション立川店にてミュウツー HR 争奪戦がね行われますので、そちらに今日は取材に来ております。はい、というわけで早速ですね、こちらに初参加の方にお話を聞いてみましょう。はい、こんにちは。こんにちは。どうですか、今日は初めての参加ということですけれども。ドキドキです。ドキドキですか。今日の目標は、今日の目標は、一勝。せっかくなので優勝を、優勝も目指したいですけど、一勝を。わかりました。はい、ダメじゃねえわ、俺ダメ、俺チェックあれしかいない。やった。嬉しいな。来ました。おー、ダブルダブルダブラで来ました。やりました。勝ちです。俺も来たわ。来た。え、来た。来た。熱い。結構タッグチームは出たんで、ただあのアロラペルシアンの対策はちょっと難しいなっていう感じです。いや、今タッグが1枚しかないっていう。あ、いいな。やべえ。デジャブすぎるんですよ。それではお待たせいたしました。ただいま25分間とさせていただきます。始めてください。お願いします。お兄ちゃんもらいます。スプラッシュメーカーで150で入れてエネルギーつけて輝くすべて汎用でこれで爪で切り裂きで120。はい、ありがとうございました。負けました。一生はなんとかできました。はい、うまくなって、はい、ありがとうございます。うわ、銃さんなかった。なんとか勝ちをつかみ取ったんで、決勝もこのまま勢いで勝っていきたいですね。いざとなったら先行一旦目でジャッジマンを使うんで、なんとか、まあ、今日この流れで勝っていきたいと思います。ズガドーンですね。やっぱサイドサムエンジンも強かったっていうのと、トルピウスもしっかり仕事してくれて、決勝でもトルピウスが頑張れるから注目が頑張ります。これそうなってくれるかも。これそうなってくれるかも。じゃあ、ストラプラント GX。 はい、変えたい。はい、いや、ちょっといいや。はい、はい、はい、失礼します。じゃあ、踏まえで一番回ります。だけだけで30分、7つの30分。はい、一番もらいます。ストックプロ GX 21、はい、はい、はい、ありがとうございました。きついですね、やっぱ。優勝おめでとうございます。まさか本当に優勝できるとは思えなくて嬉しいです。とりあえず大切に保管します。ゲーネゼロで駆け抜けると30-30でダメージをベンチにも与えられるので、その細かい刻みにだいぶ今日救われた試合が多かったので、なるほど、
ポニーとギャロップを2で引けたのはかなり幸運だったかな。省エネ入ってないのにロト見れてるんですけど、本当にサイクルドローって技が優秀で、シールド戦だと別に手札にいらないカードって結構その相手によって来たりするんで、それを落としたりエネルギー回収したりとかいろいろできるので優秀だと思います。はい、というわけで次回8月開催分のミューツ HR 戸田戦ですね、こちら7月19日の19時から応募開始になりますので、こちらもよろしくお願いします。ではまた次回。